伊達市民ニュース。11月9日10日の2日間、柳川町で柳川ふるさと秋祭りが行われたんだど。特産品の即売会や町内各種団体などが参加して盛り上がったんだない。いろいろおいしいものもたくさんあって楽しそうだない。